皆さんこんにちは、田中まですえ。今回は事故というものについて少し考えてみたいと思います。事、ま、故、あ、あのセルフですね。コーチングの中でも、例えばセルフイメージとかセルフトークという形で事故についての,あのいろんなアイディア概念というのは出てきますけれども、もちろんコーチングだけではなくて哲学であったり心理学の中にも自己、セルフというものについての研究というのはすごく長い歴史があるんですね。で、あの、現代の私たちもそうですけれども、 人間としてやはり自分とは何なのかであったり、まあ自己っていうものは何なのかっていうのはすごくあの重要な問いとなってきた。でもちろんその哲学の中でもずっと自己とは何かということがあのまああるいは自我あるいはうんまあデカルトであったりとかその後の哲学者の中でもその認識する主体とは何なのかっていういろんな問いがずっと立てられてきたわけですね。で、じゃあ心理学の中ではどうかというと。 まあ、特に臨床の分野ではずっと「事故とは何か」とかっていうことはあのかなり中心的な話題にはなってきたんですけれども一方で実験心理学とかあるいは認知科学という分野ではあまりセルフ事故というものについてはあの歴史がそんなないんですね。っていうのは、まあ、まさにその事故とか自我っていうのはすごくこの主観的な体験私とは何かとかそれすごく主観的な体験っていうのは定量的に扱いづらいわけですね。まあ、例えばこう 不安になって心臓がドキドキキすするとかこう発汗するととかか発汗そういった反応として見れるものあるいは例えばあの行動経済学とかでもそういった何かものを買う頻度が増えるとかそういった、うん、定量化できる数字として計測できるものっていうのはすごく実験のあるいは自然科学の文脈に乗りやすいんですけれども。 まあ自分が自分をどう感じているかとかあるいは事故といったすごく抽象的なものについては科学的に特に自然科学的に扱うのがすごく難しいあるいは対象ではないというような形であまりスポあの証明が当てられてこなかったんですね。なんですけれども、まあ、大体1980年以降、えー、特に脳波であったりとか MRI といった形で、まあ、脳活動を取れるようになって以降ですねすごく あの自己セルフっていうものも認知科学の、えー、主要なテーマに再びなってきました。で、まあ、いろんなあの考え方があるんですけれども今あの結構ホットな話題として身体性に基づいた自己エンボディメントっていう概念を用いてまあ、さに私たちのこの「体に基づいた自己」っていうアイデアがすごくあの中心的なテーマになってきています。と、まあ、いうとすごくこうあの語っている 私ととはこういうい人ですとか、例えばどこどこに住んでいて今までにこういう経験をしてきてで今自分は自分をこういうふうに思っていてこういう特性を持っていてっていうすごく言語的な面があ,のあるように思えるんですけど、まあ、もちろんそれはそれであるんですが同時にこの身体に根ざした例えば日々の、うん、例えば体を動かすとかあるいは自分自身の体をどう感じ認識しているかっていうそういった この瞬間瞬間に基づいた自分の感覚認知に基づいて自己っていうものも作られている、まあ、そういった身体性に基づいた自己があってそれが時間を超えて、うんまあ、ある種アイデンティティのような形で自我を作っている自己を作っているっていうそういった考えがあの結構メジャーになってきているんですね。で今あのなんとなく区別された2つの自己については。えー あのこの分野では名前がついていて最初に少し話題に出た、まあ、自分についてどう語るか自分のことをどう認識してあるいはストーリーとして語るかっていうことに基づいた事故をナラティブセルフ、まあ、物語的いいう,ふうに呼んでいますで一方で、まあ、この瞬間瞬間例えば何か物に触ったりとか今こう体を動かしたりとかあるいは自分の声を自分で聞いてっていうようなこのすごく 時間の短い行動と、まあ、環境との相互作用の中で自分がどこにいるかとか自分の体をどう知覚しているかっていうのに基づいた事項っていうのをミニマルセルセフ最小事故っていいう,うに呼んでいますでこの関係はこの瞬間瞬間に生まれている最小事項ですね体に基づいた事項っていうのがこの瞬間として積み重なっていってそれを さかのぼるような形で私たちが語るときにそれらの体験がこう束ねられて私たちのアイデンティティのような少し時間を通じた安定した事故っていうのを形成しているっていうそういった考え方なんですね。で物語っていうように私たちは自分自身にいろんな語りあるいはストーリーをつけているんですね。 例えば過去にこういうことがあったとかあの時こういう経験をしたから今自分はこういうふうなことをしているで今こういうことに向かって何か行動を起こしているっていうことであったりとかあの時の経験があったからこういった考え方になっているであるとかそういったいろんな物語ストーリーリを持っているんで,す、ね、でもじゃあストーリーっていうのは客観的なものかっていうと全くそうではなくてものすごく主観的なものですよね。何らかの 実際にあった出来事体験っていうのはいろいろですけれどもそれについてどんな意味付けをしていくかあるいは他人に対してどう語っていくかっていうところで意味が決まってくる体験自体については、うん、ある意味こう無職というか無味無臭というかただ体験とか出来事があるだけですよねでそれをどういうふうに解釈するかあるいはどう意味づけるかっていうところでストーリーであったり物語が出てくるでそれによって 一貫したある種うん全体として構造化されたような自分はこういう人ですっていう認識を自分自身もしているでそしてそれを通じて他人とコミュニケーションをしているっていうふあな考え方ができます。で重要なのはその全ててのの体験がその中に入っいいるわけでではなとうことですよねあくまで一つのストーリーとしてまとめ上げるために何らかの出来事がすでにその時点で取捨選択されているっていうところです。 でコーチングで考えるとこのストーリーとしての、まあ、物語的な自己っていうのは、まあ、ビリフシステムであったりとかゲシュタルトって呼ばれるような自分っていうものを構成しているこう大きな一つのまとまりですね。でそれに対してそれ、うん、自分はこういう人だとかこういうのが好きだとかこういうのが得意だっていったそういった自己イメージがこの構成要素と,としてある。そそしてれれぞれの 構成要素を形作ってきたのはこれまで自分が自分自身について語ってきたことあるいは自分との対話の中で繰り返し言ってきたセルフトークによって自己イメージが出来上がっているんだっていうふうな考え方をコーチングではしますでこのナラティブセルフあるいは物語っていうことを考えるとちょっとセルフトークと、うん、重なる面と、うん、もうちょっと違う面が出てくるあるいは見えてくると思うんですね、まあ、コーチングでセルフトークって言った場合は うん、いろんな場面で出てくる「あやっちゃった」とか「できなかった」とかあるいは「自分はすごい」とか「もっとできる」とかすごく少し単発のイメージがあるんですけれどもストーリーというふうに考えるとももうう少しし長い時間スパンででかも構造化されたよよな語りですよねそう考えるとセルフトークも日々こう繰り返し繰り返し無意識に出てきているものであったりとか、うん、口癖のようなものもあれば。 他人ととコミュニケーションするきに自分はこうこうこういうことがあって今こうなんだっていうのを特にその実は繰り返し語っているようなストーリーっていうのがこの物語的自己あるいはアイデンティティとかゲシュタルトビリフシステムっていうものを、うん、少し言葉で代表しているようなものとして考えることができると思うんですね。そういうい意味では 日々ののセルフトークをより良いいものに変えていく自分や他人をこう破壊的な批判だったりヒゲをするのではなくて良いところにフォーカスしてセルフトークを置き換えていくっていうことはこの一つ一つの要素をどんどん変えていく物語の要素あるいは大きいイメ、うん、と自己イメージに対して部分としての自己イメージの,この要素部分を変えていくような実践だとするなら。 ゲシュタルト全体が変わって自分自身をどうストーリーとして語るかっていうことはじゃあどうすればそれをうまく変えていけるかあるいはもし、うん、自分がもっとパフォーマンスを出していきたいとか何か現状が変化しないっていった時にどこに着目すればいいかというと繰り返しになりますけれども例えばコミュニケーションをしているときに自分自身をどう説明しているか。 特にそれは時間を通じて自分をどんなストーリーとして位置づけて説明しているかっていうことなんですね。でそのストーリー自体が自分自身の人生を見つけたりあるいは今の自分の現状をある意味強化している。でポイントはここで今出てきたことっていうのは全て過去のことなんですよね。物語って言ってる中で出てきているのは未来のことではなくて過去にこういうことがあったんだっていうこと。 で,すよ、ね、で同時にそれを今のゲシュタルトの中でいろんな意味付けをしているでも過去であることには変わりないわけですよね。でうん直接そのナラティブに、まあ、その語り物語にアプローチするような方法もあるんですけれどもコーチングではその代わりにそのストーリーとは違う、まあ、現それを現状というのであれば現状の外側にゴールを設定していくことによって。 そのストーリーとはもう全然関係ないようなゲシュタルトを作っていくそういったアプローチをしていきますそうするとんまあ、セルフコーチングであったりあるいはパーソナルコーチングを受けた方の多くが体験するのが自分自身を語るストーリーっていうのが全く変わってくるんですね今まですごく繰り返し繰り返し話してたような過去の、うん、例えばトラウマ的な出来事だったりとかあるいはすごく 成功体験だけれどもそこに引っ張られてしまうそういったストーリーっていうのがどんどんあんまり意味をなさなくなってくるその代わりこれからやろうとしていることこれから実現しようとしていることに基づいたしかもそれは現状の外なので抽象論高いより大きなストーリーの中で過去の出来事も勝手に意味が変わっていく。そううするるととと何が起こるかというと 今までで語られててななかったたような記憶が意外と出てきたりするんですね。あ、実はこういうことを好きで取り組んでたことがあったとかこういう体験をしてすごく嬉しかったとかそういったことが今までのストーリーの中では整合性がないので忘れられてたもうそんな体験をしたことすら忘れてたようなものが未来の現状の外のゴールから来るまさにストーリーの中ですごく重要な意味を持ってくる。そういった中で ストーリーっていうのはどんどん組み変わっていくんですねで、ストーリーが組み変わっていくっていうこと自体も大事なんですけれどもすごくコーチングを実践していて思うのはストーリー自体が自由自在に変わるものなんだっていう体感を得るっていうのも結構大事なことですよねあの繰り返し繰り返しストーリーとして物語として語っているとあたかも本当にそれが現実本当にそれが 全てそういった意味付け以外ないっていうような世界そのもののように感じられてしまうんですけれども現状の外にゴールを設定して何度も何度もそういった語りが変化していくっていうことを経験するあるいは覚えていなかった思い出さなかったことがすごく重要な意味を持って思い出されるっていうような経験を繰り返していくともそもそもそういったストーリー自体が自由自在であってそれに縛られる必要はないむしろそれをきっかけにさらに現状の外にいく そうういいったマインドの使い方がでできてくると思うんですね、まあ、なので、えー、今回あのお話しした中ではセルフトークっていう日々の繰り返している言葉ももちろん大事なんですけれども同時に自分自身を語る時あるいは過去の体験を語るときにどんなストーリーを繰り返しているのかあるいはそのストーリーっていうのは過去に基づいたものだけになっていないかこれからの現状の外のゴールからの語りに。 なっているかそういったところにも着目しながらセルフトークであったりゴール設定について見直してみるとまた新しい体験あるいは発見があると思います。